遥か東度のカナンは、柴村博尻による日本の小説、星会社フィクション図鑑、挿絵は静馬義則、橋本誠一によるコミカライズ、マージナルオペレーション前史遥か東度のカナンが、再コミで2017年12月17日より2019年7月23日まで、連載された。同作者の小説、マージナルオペレーションの前史とされ、主人公の性も、 同じ神殿であるが、本作では、ニッタ・マージナル・オペレーションでは、新たと読みは異なる。また両作品においては、日本政府に属する伊藤さんなる変装の名人が登場している。1904から1905年の日露戦争において、屈指の激戦となった国交代の戦いで活躍をしたものの、負傷してしまった騎兵隊員、ニッタ・良造は、帰国後に、 元的国ロシアからの不可解な叙勲を受ける。そんな神殿のもとに、ロシアの大将クロパトキンからの紹介で、まだ幼く可憐なコサック皇女オレーナが家出同然で、来訪してくる。日露戦争でコサック騎兵を打ち破った神殿に、オレーナは、自らの夫となり、ウクライナコサックの再興を果たしてほしいと懇願する。自らの食材のため、オレーナの望みを叶えるべく。 陸軍を辞めた新田だったが日本国内務省からは工場に協力しつつ極東にコサック国家を建設せよという特殊任務が与えられる。それはロシアと敵対しているウクライナコサックを国賓裏に支援し北海道の北西に位置する極東地域に東、ウクライナ国を建設して日本の盾にするという壮大な軍事計画であった。第一巻は 講談社より発行。再古味のコミック販売関係の契約変更に伴い、2020年に小学館から新装版を呼びに館以降が電子書籍として配信された。ありがとうございます。